こんにちは、松はいつも一人の松です。2021-2022シーズン第6節ラツィオ対ローマの、ローマダービーを総括プレビューさせていただけたらなと思います。このラジオはですね、この試合の大きなネタバレを含みますので、まだ試合をご覧になられていない方がいらっしゃいましたら、一度ラジオを止めていただいて、その後こちらのラジオにお越しいただければなと思います。では早速始めていきます。会場は、ラツィオとローマの、ホームスタジアムでありますスタディオオリンピコで、今回はラツィオホームで行われました。でラツィオは、サッリ監督のもと、彼の大好きな 4-3-3 のシステムの中で、ゴールキーパーレイナー、インサイドバックマルシッチ、センターバックが、ルイス・フェルベとアチェルビと、で左がヒサイかな。でアンカーにルーカス・レイバーを置いて、2インサイドにミリンコビッチ・サビッチと、ルイス・アルベルトで、右に、フェリペ・アンデルソンで、左にペドロで、ワントップチーロ・インモビレという形です。でローマに関しましては、ジョゼ・モーリーニョが今シーズンから指揮しています。4-2-3-1 のシステムのもと、ゴールキーパールイ・パトリシオ、右サイドバックカルロス・ドロプ、センターバックがマンチーニとイバネスと、で左サイドバックビーニャ、でダブルボランチにクリスタンテとベレトゥで、右にザニオーロ、トップ下ムヒタリアン、左がエルシャラビ、ワントップタミン・エイブラハムという形で試合はスタートしました。まず前半の方からざっと話していきます。9分45秒のシーンでラツィオが先制点を取ります。ルイス・フェリペからルイス・フェリペからですね、センターバックフォワードの、チーロ・インモービレと、素晴らしい縦パスが通りまして、その縦パスを、セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチとの、交換、しまして、チーロ・インモービレがね、その後、右のフェリペ・アンデルソンへと、パスを渡しまして、フェリペ・アンデルソンが、朝一から、ボックスに入れた、アーリー気味のクロスを上げまして、それをミリンコビッチ・サビッチが頭で合わせてゴールと、先制ゴールですね。とても綺麗な形だったと思います。特にそのルイス・フェリペの、チーロ・インモビレの、縦への素晴らしい縦パス、これが、素晴らしかったと思います。ちょっとパウ・トーレスを思い浮かべるような素晴らしいパスでしたね、ビジャレアルのね。でそのセルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチも、本当に高さがあって技術もあって、でボックス内に侵入できるっていう、もう本当に素晴らしい選手だっていうのは、印象はもちろん持ってるんですけれども、相変わらず変わらず、もう本当に素晴らしい選手だなと思いました、こういうシーンね。はい、で18分40秒、さらにラツィオが追加点を取ります。左でインモービレが、持ち上がりまして、引きつけて中央に上がってきていたペドロがシュートという形で2点目を取りました。ペドロは昨シーズンまでローマに行っていて、このローマダービーで、北川さんもおっしゃられてたんですけど、禁断の移籍という形で、ラツィオに移籍しまして、ラツィオで、フルス相手にゴールと、シュートもそうですけれども、インモビレ その引きつけた技術と、セリアであれだけ得点取ってる選手ですから、やっぱ相手のディフェンダー陣から見てもやっぱ相当ね怖いですから、あれだけ引きつけられて、中央に上がってきてペドロがシュートと、お互いの能力と、脅威性と、技術をが、この得点を奪ったのかなと思いました。で25分45秒のシーンでローマがチャンスシーンを作ります。左サイドバックかな、のビーニャかなからですね、センターバックと、サイドバックの背後を取ったエイブラハムへとパスが渡りまして、エイブラハムが、中央、ボックス内に、侵入する形でドリブルを仕掛けながら、上がってきたベレトゥへと、パスを出しまして、ミドルシュートと。でこれをペペレイナが、セーブしました。でその後、そのままチャンスにつながりまして、チャンスというか、そのままコーナーキックにつながるんですけれども、その弾いたボールが流れてね、でそのままベレトゥがコーナーキックを蹴って、ザニオロのヘッドにそれが、ポストに当たりまして、でそれがまた再びザニオロの元に戻ってきて、ザニオロが詰めようとするんですけど、レイナがキャッチをすると。だいぶ惜しかったです、このシーンはね。セットプレーでも得点チャンスがもうすごい見えてたので、これはね、ポストに救われたラツィオとポストに阻まれたローマというシーンでした。でそのまま試合はずっと流れまして、40分、ベレトゥのコーナーキックからイバネスの頭で合わせて、
ゴールを奪うとし、勇進がローマになりました。なんでこのシーンで2対1という形ですね。で、前半は終わりまして、引き続き後半に移ります。ラツィオが48分10秒にチャンスを作りました。ルイス・アルベルトの、プレースキックからですね、セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチが頭でフリックでそらし、流れていた先にいたチロイ・モビレのボレーと。右 の, そのルイス・アルベルトのね、そのプレースキックというか、キックがすごくその質がよくって、でミリンコビッチ・サビッチ、高さもあり、それをフリックして、そらすような形で、流れていた先にインモビレがね、狡猾に動いていて、ボレーをすると。惜しかったですね。本当に強いチームだなと思いました。で、62分にラツィオが、追加点を取ります。自陣でローマの、ミスからボールを奪いまして、ルイス・アルベルトからチーロ・インモービレに、素晴らしいスルーパスが通りまして、それを、チーロ・インモービレが持ち上がって、ゴールキーパーと、1対1とか、センターバック、ついていたディフェンスと、ゴールキーパーを倒すような形、ゴールキーパー倒したかな、ような形にした瞬間に、上がってきたフェリペ・アンデルソンにパスをしまして、アンデルソンがシュートと。このインモビレがね、左に流れながら、素晴らしいスルーパスをルイス・アルベルトからもらって受けて、こういうシーンを作ってたんですけれども、強いですね、カウンターとかね、しっかりできていて。サッリーボールと言われた、チェルシー時代ね、そう言われましたけど、本当にね、しっかりと丁寧にパスをつなぎながら、技術を発揮しながら、やってるフットボールっていうのはやっぱラツィオでも変わらないなと見て思いましたね。で、66分10秒のシーンでローマがさらに得点を取ります。右サイドから切り込んだザニオロがですね、シュートするんですけれども、それが味方選手に当たりまして、それがブロックするされる形で、ああと思ったんですけど、そのボールがまた再びザニオロの元へと戻ってきまして、それをもう一度シュートするんですけれども、それはちょっと、後半から入ったアクパークプロが、ちょっと接触する形でファールという形で PK のシーンへとつながりまして、ベレトゥが蹴り、3対2という形になりました。これはザニオロがね、本当に、まだ試合は終わってねえぞと、ローマのね、もうこれからの先を担うスーパースターになる選手ですから、あのあとね、PK を取った後の雄たけびとか見ると、本当に素晴らしいなと思いました。もう本当にメンタルも全然ね、2対2点と得点を離されていても、勝つ気では勝つ気なんだなと、このローマダービーの、その熱さっていうのを、このザニオラからも感じました。で、ラツィオが最後に48分10秒ぐらいかな、またチャンスシーンを作りました。右サイドフェリペ・アンデルソンのボックスへの侵入、これが2人をかわすような形で、それから中に入ってきたチーロ・インモビレとパスしまして、チーロ・インモビレのシュートと、これはルイ・パトリッシオがねセーブした形で、失点を防いだんですけれども、このまま試合はずっと流れまして、試合は終了と。なんで合計スコア3対2という形でラツィオが、このローマダービーを制しました。その試合を全体的に見た、印象としましては、すごく、ラツィオが、丁寧にボールをつなぎながら、技術を発揮した上で、センターフォワードの、インモービレだったりとか、ルイス・アルベルト、ミリンコビッチ・サビッチと、フェリペ・アンドレス・ペドロと、脅威性を持った攻撃陣をしっかりと使いながらスペース、基本的にモーリーニョはスペースを消すことが多いんですけど、そのスペースも、結構使えていたので、しっかりと、守りきれていなかったローマに対して、ここまで得点できたことは素晴らしいなと思います。逆にローマに関しましては、もちろんその2点を取れたっていうことはもちろん多いんですけど、一つは、ザニオロの本当に完全な投手と、あれによって得た PK ですし、で一つに関してはやっぱコーナーキックから、セットプレーからの得点なので、崩しきったような形っていうのは正直作れていなかったので、ユナイテッドを率いてた時もそうですし、スパーズを率いていた時もそうなんですけど、やっぱりその崩しきるアイディア的なものって、やっぱりこの選手任せなとこはやっぱちょっと変わってないなとやっぱ思いました。
ではちょっとラツィオから話していきます。ラツィオはですね、基本的に守備時は4-1-4-1だったりとか、まあ、そのまま4-3-3、両方まあ併用する形で、守備ブロックを組みながら、プレスをかけていました。まあ、コースカットプレスしながら、まあ、動作圧縮するような形で、まあ、プレスをはめ込んだりはしてたんですけど、まあ、ブロックを組みながら、しっかりとブロックを組んで、カウンターを狙うシーンも作ってたので、まあ、基本的に全てハイプレスでいくような形ではないです。まあ、どのチームもそうなんですけど、まあ、ただそのプレスも、すごく前から言ってたんですけど、まあ、そこまでそのなんていうかな、奪い切るみたいな守備ではなかったので、まあでも良かったと思います。はい、あとはまあスペースを使った攻撃をうまくできてました。あとその特にローマのセンターバックと、まあ、ボランチへのアタックっていうのがすごく積極的と決めたんですけど、まあ奪い切るみたいな感じの印象はなかったんですけど、まあ、すごく積極的に、まあ、相手の判断をせかすような守備はできていたので良かったかなと思います。特にローマのダブルボランチは動かないので縦関係になったりもしないので、まあ、ここに関してミリンコビッチ・サビッチだったりとかルイス・アルベルトがしっかりと潰しに行ってたので良かったかなと思います。でちょっと強いて言うならば、まあそのラインがこう低くなった時、ローマに持ち上がられてブロックを組んだ時にちょっとこう甘い部分がちょくちょく見えるなっていう部分は見えていたので、ここは若干の課題がまだ若干あるかなと思います。はい、ただでもね、やっぱタレントは結構揃ってますし、いい選手もいっぱいいるので、基本的にはまあ問題ないかなと思います。試合を見ていても、まあ、スクデットを狙えるようなチーム力やと思うんで、あまり心配する必要はないのかなという印象でした。まあ基本的に最後はオープンな形でしたけどね、この両チームね。でローマに関しましては、まずペレグリーニが、出場停止でいなかったことがまずすごく大きいです。まあ、彼が出ていればまたね試合はもっと落ち着いて展開できていたと思うので、まあ、いなかったことがまず大きいなと思います。で基本的に、まあ、モーリーニはそうなんですけど、まあ、守備地いつも 4-4-2 でブロックを組む形が多いので、ただ前からプレスをかけるっていうシーンが、まあ、あまり多くなく、基本的にまあブロックを組みながら、まあ、ラインはあまり低く設定はしてなかったと思うんですけど、まあ、基本的にスペースを埋めて、いわゆるブロックの外側を回させるような、まあ、イメージを持ってやってたと思うんですけど、けど縦も結構通されてたのは倒されてたんで、もうちょっとこう整理していかないとダメかなという印象はあります。まあね、そのバックラインのタレントとか見るとちょっと物足りなさは半端ないんですけど、まあでも、まあ、これからね、モーリーニョが来シーズン補強してもらったりした時にどういう選手を補強するかわからないですけれども、まあ、もう少しモーリーニョ色強くなってきた段階で、選手も変わっていけば、まあ、しっかりとしたモーリーニョのチームはできるんじゃないかなと思います。あとさっきも言ったんですけど、まあ、ビルドアップ時にボランチが縦関係にならないので、うん、これでは正直ちょっとね、やっぱこの動きでやっぱスペース作ったりとか違う選手が降りてきたりとかそういったことしないと基本的に、このセリエ A でこのラツィオで、まあ、これどうにかなってはいるんですけど、まあ、それこそチャンピオンズリーグとか入ってきた時にいわゆる世界のトップを走ってるようなチーム相手にしてくると、まあ、間違いなく狙われると思うんで、もうちょっとやっぱこういうとこが縦関係になったりとか、まあ、ベレトゥが上がったらクリスタンテがアンカーになる形でそこでパスコースができないのであれば斜め相手の斜め後ろを取るような形で例えば、まあ、ムヒタリアンが降りてくるなり、まあ、ウィングが降りてくるなり、まあ、そういったね、ことも必要だなと思います。はい、あとはちょっとまあサッカーとはまた関係ないと言ったら失礼なんですけれども、内容とは関係ないんですけれども、北川さんがね、実況の中で解説の中で実況解説の中で、前監督のねフォンセカに対してもう静かな怒りをぶつけていたのがすごく印象的でした。ね、まあ、フォンセカに関しまして、まあ、すごくちょっとこう無茶な攻撃を組むような監督っていうイメージはあるので戦力に、戦力を見たときに、まあ、昨シーズンやったらまあジェコがいたりとか
しましたけど、まあ、その中でもちょっと攻撃的に思考しすぎた。いいんですよ、別にそれぞれの、まあ、考え方があるので別にすることはいいんですけど、まあ、そのイタリアっていう文化の、まあ、守備を大事にする文化の中でまず守備をどうにかせずに攻撃攻撃攻撃って生き続けてた彼もまあ問題やと思いますし、まあ、タレント不足っていうのももちろんあったとは思うんですけれども、まあ、でも実際こう変わって、モーリーニョっていういわゆるまあ守備を相当大事にするような監督が来たことで、安定してまあ勝ち星負け星両方今取ってますけども、まあチームとして出来上がりはできてきてるので、すごく良かったんじゃないかなと思います、ローマにとってはね。ただその、プレミアリーグをよく見ていたサポーターだったりプレミアリーグのサポーターの印象からすると、モーリーニョの課題っていうのはやっぱ2年目3年目になった時のその選手のメンタリティだったりそういうとこにしっかりと付き添えるのかっていう部分と、攻撃のアイデアに関しましては選手任せな部分が多いこと、あとそのデザイン性を持って攻撃に何かを作り出してるとかが全くほとんどないこと、ここがまあ大きな問題、内容面で言えば。あとはまあちょっとフロントと若干揉めたりすることもあるので補強に関してとかね、あと選手批判がここ最近は多かったりしてたのでプレミアリーグの中でこういうとこをまあどう改善していってるのかっていうのが、2年目3年目に注目するところかなと思います。特にそのやっぱサッカー選手っていうのはやっぱボールを持ってプレーしたいですし攻撃したいですし、まあ、守備ももちろん大事なんですけどやっぱ得点を取ることって自分のアドレナリンが出てやっぱ攻撃打って楽しいってみんな思うわけなんで、守りきるシーンっていうのは基本的に本当1対0だったりとかで最後でもう守りきろうってみんながこう一気に変わった瞬間やと思うんですけど、こう毎試合毎試合こうブロックを組んで守りきるみたいな1点取って守りきるみたいな形だと最初は大丈夫でもいずれ選手たちの方がいやもっと攻撃したいねんけどなってならざるを得ないというか、まあ、なってくる可能性はあるので、ただまあイタリアはね、どうか分かんないですよ、まあ、プレミアとはちょっとまあ変わるんでどうか分かんないですけど、ただ若干心配な部分は多いですね。正直そのモーリーニョがユナイテッドを解任された後スパーズの監督に就任するまでに結構約1年間ぐらいの期間が空いてたんですよ。でそこでまあ本人も言ってたんですけど、外から、今の最先端のフットボールを見て勉強すると言ってたのですごくちょっと期待してたんですね。でその中でスパーズに就任したんですけれども、まあ、基本的に、まあ、やり方は若干変わりました。スパーズではねちょっと変わったりしてたんですけど、ただその本人が思考する部分だったりとかそういうアイデア的な部分に関しては結構変わんなかったので、あ変わってなかったなと思って、でそのまま時間を経たずにローマに就任してるので、まあそのスパーズもそうですけれども、まあ、ユナイテッドもそうですけど、2、3年目になった時が一番彼は勝負かなと。ね、モーリーニョの話がちょっと長くなりましたけれども、まあ、今回はまあサッリが勝利という形で、まあ、元チェルシーの監督同士ですね、サッリが勝利という形でこのローマダービーは終わりました。皆さんこの試合を見られた方がいらっしゃいましたら、まあ、様々なコメント意見をお持ちになられたと思うのでぜひコメントよろしくお願いいたします。最後にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。